こんばんは、三輪忍です。今回の問題はトトさんのクリスマスプレゼント。問題は、違うと言える根拠は何か。1924年、東京のとある百貨店にて、東京駅の近くにある6階建ての大きなデパートだった。館内はクリスマスシーズンだからか、開店前にもかかわらず、至る所に電飾があった。1階の吹き抜けには3メートル近くもある飾り付けされた木が置かれていた。今回、開店5周年特別企画で、世界中の珍しいおもちゃの展示会を5階おもちゃ売り場が主体となって開催した。そこで悲鳴が聞こえた。事件はその5階で起こっていた。百貨店の服を着た男性がたくさんの人形に囲まれて死んでいたのだ。包装紙やおもちゃの箱などが所狭しに並べられていた倉庫内。調べによると、その男性は百貨店の店長。頭から血を流した状態で発見された。あまりにも不気味な現場に呪いか何かを感じてしまった。現在、おもちゃ売り場の一つ下の階にある展示会場で事情聴取が始まっている。開店前にこの階にいたのが岩井さん、三井さん、吉井さんの3人。今朝の6時頃、店長の山田さんが店に入っていったのを警備員が見ています。発見が8時くらいなので、この2時間の中で犯行が行われたと考えられます。皆さんが何時に入り何をしていたか教えてください。警部の問いに最初に口を開いたのは三井だった。三井です。本日7時くらいに出社しました。この回でクリスマス限定の西洋おもちゃの展示会の準備をしていました。それを見た人に心当たりは？いえ、7時半に岩井さんが来るまで一人だったので。でも7時15分に警備員さんが見回りに来ました。岩井です。私は7時半に出社しました。三井さんの手伝いをしていました。7時40分にお手洗いに行きました。出る時に悲鳴が聞こえ、駆けつけました。つまり7時40分からお一人だったと。しかも女性用のお手洗いは一つ上の倉庫がある階のものですね。ええ。警部は次の人物に話を聞いた。吉井と申します。7時50分に出社しました。最初は岩井さんたちの手伝いに回ろうとしていたのですが、ほぼ終わっていたのでそのまま上の階に行きました。クリスマス用の包装紙の準備をしに倉庫へ行ったらこうなっていて。最初に見つけたのはあなたですね。はい。何か気づいたことはありませんでしたか？いえ、呆然としていましたから。では皆さんそれぞれ単独行動をしていたのですね。ところで話が変わりますが、店長の山田さん、最近羽振りが良かったと聞いています。何かご存知ですか？岩井さん、そういえばフランスのスカーフをもらったって言ってましたよね。そう言った三井は続ける。実は3ヶ月前から店長の身なりが変わりまして、スーツは銀座の老舗テーラーの高級品を着ていました。また仕事終わりに6階の高級レストランで毎晩ご飯を食べていました。私たちと店長の給料はあまり変わらないので、どこからお金が出ているのか疑問に思っていました。その時部下が5階から大声で新しい発見を報告した。警部、この壁を見てください。壁というのは遺体のすぐそばのところ。血まみれの山田の指の向きが左に向いており、壁にはカタカナで綺麗にイと書かれていた。岩井さん、これで決まりですね。私は犯人ではありません。警部さん、これだけで犯人にしないでください。違うと言えるんですか？問題、違うと言える根拠は何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。